4630万円の誤送金問題で話題になった田口翔君が出所するということで独占取材をさせてもらうことになりました。これ経緯はですね、弁護士自体で僕の方に連絡が来て4000万貸してくれないかっていう、最初そこからスタートしたんですよ。で、もう僕は正直田口君のこと調べてるうちに、まあ、若干かわいそうな人だなとも思ったんですよね。田口君自体にも非はめちゃくちゃあると思うんですけど、誤送金がなければ人生狂ってなかったのかなとも思うので、あれ一発で人生壊れちゃうっていうのはちょっとおかしいんじゃないかと思ったんで、なんか力になりたいなっていう、プラス田口君広告となるんじゃないかなっていう、ビジネスにつなげれるんじゃないかなっていう僕の独自の発想ですね。で、田口くんが出所するわけなんですけど、保釈期間中っていうので裁判が終わるまでは派手なこともできないんですよ、田口くん今。で、その中でどこで働くのかっていうのもなかったんで、僕が株持ってるブロッコリーの事業、そこのネットの仕事を田口くんに任せようかなって、仕事も渡した方がいいかなっていうことで、田口くんちゃんと稼げる状態を作り上げようかなと思ってます。これチャンスだと思った方がいいと思うんですよ。ここまでメディアに報道されて注目を集めて名前が出ちゃったと、普通に考えたらピンチ、人生終わったってなると思うんですけど、トライを持ってはこれを、このマイナス、大きなマイナスをプラスに変えることができたらすごくなると思ってるんで、僕はそれの手助けできたらなと思ってます。そして、僕自身も、がっぽり稼がせてもらおうかなと思ってます。こんなところに首突っ込んでこいつどこでも行くの、ハイヤラルワーズだなと思われると思うんですけど、それが俺のやり方なんで、これが YouTuber だと思ってるんで、自由に自分でやりたいことやっていく、一緒になんかこうウィンウィンの関係を築けたらなと思ってます。